クニオですソロフェスの話をしたいと思いますえー、と本日は山崎芽衣ちゃんモーニング娘。2-0、えー、彼女の歌った月島きらりチャンス小田哲郎さん作曲ですね、えー、この1曲の一演目に絞り、えー、深掘りですねそれでそれでだってそれで徹底解説を試みていこうそういった動画になりますまあ5人目のソロフェス解説お付き合いいただければと思います え本日も分かりやすいように3つのテーマに分けてお届けしていきます、えー、1つ目は今回のソロフェスのディテールー山崎めいちゃん歌唱どんな感じかっていうのをざっくりですねそれ1つ目で2つ目は月島らりバージョンとの比較なんですけど、まあ、これつまり山崎めいちゃんバージョンとは何ぞやというそういうような感じに今日はなると思いますこれ2つ目ですで3つ目、えー、感覚的にここが すごくメインな本番なな本とこになりますねメイワールド MAX について、まあ、これを徹底検証していこうというこんな感じでお届けしていきたいと思いますじゃあ早速いっちゃいましょう一つ目ですえー、っと今回のソロフェスのディテールざっくり紹介したいと思います、えー、本人からのメッセージは事前メッセージですねこれはメイワールド MAX でチャンスをゲットするぞうんかわいいですねで ちゃんと説明もしてて少し要約すると見ている人がドキドキワクワクするようなパフォーマンスができてあの子可愛かったなって思ってもらえればいいなって思ってます自分らしい元気で可愛いい曲を選曲したので自分らしいメイワールドマックスなパフォーマンスができればいいなって思いますもう誰が言ってるかすぐ分かる感じの。 キャラクターが整ってるという言葉でいいのかなと思いますね、まあ、こんな感じでメイちゃんのチャンス伝説の2分25秒ですねのソロパフォーマンスに入っていくわけですでは本日ここをちょっとアレンジしたんですけど2つ目のセクションに入りたいと思います月島キラリつまりくすみ小春ちゃんの作っていた世界観オリジナルですよね2007年になりますねこの バージョンをどういう風にめいちゃんが表現していたか、ここを説明していくコーナーになります。で、最初オリジナルとの比較をしようとしてたんですよ。だけど、比べれば比べるほど、ちょっと無意味だなっていう風うに思うところが出てきてて、まあ、なんでかって言うと、あのめいちゃんのパフォーマンスで特徴が他の誰にも似てないんですよね？ なので比べていくと正解というところに行かない正解ってないんですよ。でこれがメイちゃんのやっている最大の長所であり山崎メイという女の子の可愛さというところが定位置どこに行こうとしてるのかなっていうのが今もまだこうラウンドしてるというんですか。 そういうふうに見えるところもあるしもう決まってるものが成長していくだけっていう見る見方もあるしというところのこの2つでどっちも言い当てない方がいいかなっていうふうに思いましたでねなのでそのメイちゃんがこの月島きらりというところを見た時、まあ、どんなふうに感じていたのかというのをお話ししていきます簡単に言うと完コピなんですよ月島キラリと なんていうの山崎芽郁ちゃん月島きらりという教材教材ってのは変ですけどもしモデルがあったとしたら芽郁ちゃんがどういうふうにやっていくのっていうような挑戦の話ですよね。でこれ結論月島きらりともう国が違う感じですねなんか、うん、すごく不思議な魅力なんですけど原曲に忠実なのになんか違う国の物語に仕上げていってる感覚です。 そしてこれが本当に可愛いんですよね。でこういうアイドル像とかメイちゃんのキャラクターってなんかもう生まれ持ってそのままアイドルやってたらこんな本物になっちゃいましたっていうような感じですかねで、まあ、特に可愛かったパフォーマンスもい,いっぱいあったんで、まあ、それをこの後紹介していきますじゃあ3つ目いきましょうか えー、その3つ目ですねメイワールドについて徹底検証ですここではドキドキ、えー、ハラハラワクワクの本人が言っていたこの3つの詳細を僕なりに深掘りしていったそんなお話をしたいと思いますでまず最初にちょっと順番あの変わっちゃうんですけどワクワクからお話ししていきたいと思いますねでワクワクなんでこれ最初にしたかというと テーブルの上に本人がメイちゃんがパフォーマンスする前にスタンバイした時にテーブルの上に3つ3タイプのパンダさんも <laughs> スタンバイされてたんですねでこれがもうワクワクするよねって話なんですけどメイちゃんがなんかパンダさん絡ませないわけないんですよねで <laughs> 実際にパンダさんで来てくれてこの曲って本来パンダさん関係ないじゃないですかでもこのシナリオにワクワクするんですよ なんかメイちゃん自身が持っているうち、ん、に秘めたるものっていうのがまだ僕どこまでの距離があって自分がどんな風なアイドル像になりたいんだっていうところも言葉でも表現できないだろうしなんか漠然とある感じなんだと思うんですよねでここに僕はワクワクがあるよということでまずこのシーン <laughs> パンダさんのスタンバイにワクワクしたという話でしたじゃあこの中でハラハラいきましょうか次ハラハラですえっ、ー、とね チャンスこの曲ですね歌いだしてすぐ生歌だと気づきましたこれハラハラするんですよねどうしてハラハラかというとあのねこの曲の生歌ってめちゃめちゃレアなんですよこれ理由はあんまり僕から言わないようにしようと思ってるんで調べてみてください <laughs> ねでハラハラするんだけどメイちゃん自身は歌い始めてみてもう なんていうか年々スキルがという話も、これもちょっとなんかメイちゃんの場合しっくり来ないですけど、メイちゃんの持ってる世界観って、いつも何かしらにものすごくアジャストしてるんです。だけど、元の世界と、さっき国が違うっていう表現したんですけど、本当にそれぐらい違うところに行っちゃうんですよね。で、これが嫌でもないし、可愛いんですよ。だからすげえなーと思って、なんかカバーとしてっていうことで言うと、 なんか同じ競技で他のメンバーと,かと勝負にならないような感じに移って今もう何,何十回どころじゃなく聞いてるんですけどなんかそこまで正確な言葉に落とし込めてないなっていう風な状況でございます。ねこれがまあハラハラから結果的にメイちゃんワールドというようなとこですかのうーん案内をいただいたのかなっていう風うに思えるようなとこでした。 じゃああとドキドキですねドキドキ行きましょう、えー、とどこにドキドキがあったかというと曲の最後に、ね、自作のパンダさんの杖を振りながらこれ本当にオーラスですよなんかウィンクしてくれるんですよでウィンクするんだけどなんか片方の目もつられて閉じちゃうっていうこれ可愛いっすよね <laughs> この両方行ってくれるサービス精神こういう言い方にしますかね この感じはドキドキキでしょ <laughs> なんかねもうトライが15歳ですかね今もうな,なって最初のステージだと思うんですけどもう今しか見れないってことになると思いますね山崎美恵ちゃんこの一瞬をまばたきのような一瞬を表現してくれたっていうことでどうでしょう、まあ、そんな感じですなので パンダさん登場でワクワクし、えー、生歌にハラハラし最後のウィンクでドキドキできたそんな感じですねメイワールドマックスマジ最高だなっていうことですよねさてもうここで終わってもよかったんですけどまあ僕のせっかくュ尾チャンネルですから僕がすげえここいいなと思ったメイちゃんのポイントというのも3つ紹介して、えー、最後の案内というふうにいきたいと思いますえっとね 何でも叶うわー「わ」のわのところの声と手を前に出すとこあるんですけどもし共感 <laughs> 得てくれるかどうか分かんないですけどめいちゃんのああいう表情が間の表情って言うんですか素の表情から可愛い笑顔満載のめいちゃんになるところを繋ぐぐ時に素までいかないんですけど。 ちょっと何か真剣になろうとしてるような時の表情っていうのはここで見られました僕ここ好きだなと思ったということでまずここ一つであとベタベタですけどイエイのダブルピースですよねこれもう首の角度目の感じメイちゃん得意の目なくなっちゃうような笑顔ですよねもうこれは財産ですね 何も言うことないです <laughs> そういうことになっちゃうねなのでまあこのベタですがイエイのダブルピースで僕これみんなも同じだったら嬉しいですけど変身後月島らりも変身してたんだけどまあこれ後でまた変身のこれ少しだけ付け加えるんですけどあのツインテールのところをお,おろしたとですねもう言っちゃったあの <laughs> 両手をあのの後後に歌うじゃないですか最後のサビ両手を上げてこう下に下げる時のカメラワークも良かったんですけどすごく優雅な時間に見えましたねあのサビのメイちゃんのあの感じっていうのも多分今じゃなきゃ出せないうんこれもいい時間だったなってことです、まあ、これが大きく3つですね僕のすごく趣味な部分でお届けしてみました ね、あと感想のこれ言わなきゃいけないから言いますけどさっきお話したから感想のお団子がツインテールになってパンダさんステッキ持ってスタンバイし直してまでの13秒ぐらいやったんですけどもうあの可愛さってもう見てもらわないと分かんないですよねだから容姿とかね、あのー、形状とかそういうことじゃないんですよ動いてるメイちゃんがすげえ可愛いのよこれを <laughs> もうこれ見てる人はそれ見てると思うんですけどもし共有できたら嬉しいよねって話です、まあ、そんな感じですね本当にメイワールドマックスなパフォーマンスでしたねって話でしたまいったねさあ行きますか <laughs> 余談としてですけどまあ余談といってもこう副音声聞いてて思ったんですねで福ちゃんも言ってたんだけどもうこれ僕も何回も言ました でのんーンなで、こんなことをわざわざ福ちゃんが言うっていうことはおそらく「モーニング娘。」メンバーだけに限ってみたらこの「メイちゃん」のパフォーマンスで投票3位だったんですね。これハロプロ全員のですから51票の中の3位だと思うんですけど5票でね。でその中の僕ほとんど「モーニング」のメンバーなんじゃないかなって思っちゃうぐらいな。 なんかそんなのは福ちゃんの副音声の総合して聞いているとうう僕勝手いいんですけどね思えるところもありましたって話です。ね、でもう一つあったもう一つ何でハロプロアニソン部で何もやってくれないのかなっていうことですよ。で考えたんですけどもうね部活ってレベルじゃないんだと思うなんかしらのもうプロ契約 <laughs> していただきたいっていうことですよね。それは僕は僕あのー アニソング見ててなんかメイちゃんが出てきたらもう一人勝ちになっちゃうんじゃないかなと思うぐらいすげえよかったんでそういう,うプロかってことを感じました考えましたね部活じゃなく仕事でやってほしいですそんな感じですさあまとめますかね、えー、ドキドキハラハラワクワクするようなパフォーマンスでメイちゃん可愛い,いなってなる夢のようなひとときこれが月島きらリチャンスの ソロフェスでのカバーバージョン山崎芽衣だったと思います。そんな感じです。また会いましょう。